どうもまいまいです。今日の動画では感謝ログ、スリープログ、フードログの3つのコレクションページを作っていこうと思います。作りながらなぜこのページを作るのかという目的や使い方についても話していこうと思いますので、参考になる部分があれば幸いです。またテキストでゆっくり読みたいという場合には概要欄にブログのリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ見てみてください。それでは早速行ってみましょう。では早速感謝ログから作っていきましょう。それでコレクションページを作る前にやってほしいことがあって、それはミッション宣言です。公式のバレットジャーナルではコレクションページは作りすぎず最小限にということになっています。というわけで、このコレクションページが本当に必要かどうかを考えるために、なぜこのコレクションページを作るのかを明確にします。必要ないものはやらないということですね。例えば1ヶ月で見たテレビ番組を記録するとか、もちろん自分にとって意味があればいいんですけど、特に意味もなくやってるならやらないということですね。とにかく自分の人生をより良くするために作るものだという認識でいることが大事です。では感謝ログは何でやるかっていうことを明確にしていきたいと思います。感謝ログは公式でも作るのをおすすめされていて、日常生活のささやかな喜びに目を向けて人生を楽しむ気持ちの余裕を持つということを目的としています。心理学でいうところのカラーバス効果ですかね。カラーバス効果っていうのは、赤いものを探してって言われたら急に赤いものがたくさん目に入るっていうやつです。で、感謝するものを探す癖をつけることで幸せ上手になろうってことを目的としています。感謝ログの書き方なんですけども、1日1つ感謝していることを書き出していきます。感謝していることっていうのは当たり前のことで OK で、例えば快適なお家に住めているとか、家族が健康でいるとか、毎日手帳タイムが取れるとか。で、これを続けると感謝することが思い浮かばなくなるかもしれません。でもそこからが勝負で、感謝することにアンテナを張るので、ささやかな喜びに気づけるようになります。いい出来事を探すのが上手になって人生が楽しくなるので、ぜひ一緒にやってみてください。今私が作っている感謝ログのデザインなんですけど、このお花のシールはセリアですね。で、なんかセリアのシールいっぱい出てくるなって思うかもしれないんですけど、セリアがうちの近くにあって、ちょっと散歩がてらよく行くんですよね。それでちょこちょこ買っちゃうっていう技にはまってます。で、この感謝ログのフォントですね、フォントはねこねこさんのバレットジャーナル活用術で紹介されていたフォントを参考にしています。マンスリーログみたいに片方のページに31日分書くデザインもありなんですけど、ちょっとマス目がねちっちゃいので、感謝ログは方眼、ドット方眼を2マス分取って見開きで作るのがいいかなと思いました。今使っているペンは ABT の772というピンクの色ですね。このピンクめっちゃ可愛くておすすめです。クリアカラードットで休日と土曜日に印をつけています。完成しました。テーマは何ですかね、和モダンって感じですかね。感謝のお花が咲いているというイメージです。いや、今考えました。このページ可愛くて私は気に入っています。次はスリープログを作っていきます。で、スリープログはなぜつけるのかというと、睡眠時間って結構その日のパフォーマンスに影響すると私は思っていて、例えば7時間以上寝れた日はアクティブに過ごせたとか、もしくは睡眠時間じゃなくて12時までに寝ると良かったとか。で、そういったパフォーマンスと睡眠時間との相関が見たかったので、今回つけることにしました。で、スリープログの作り方なんですけど、これはロルバーンのカレンダー部分を切り取ったページにトラベラーズファクトリーで買った時計のハンコを押しています。
ダイソーのクリアスタンプでスリープログというタイトルを押しています。スリープログの書き方なんですけど、簡単で次の日に昨日夜寝た時間と朝起きた時間の分色を塗るだけです。で、睡眠時間って何日か空くと忘れちゃうので、次の日にすぐ書くのがおすすめです。あとは睡眠記録アプリがあれば、それを使って後で記録してもいいかもしれません。私は12時前に寝られたらピンク、12時以降に寝たら青で塗ろうと思います。他にも6時間寝れたらとか7時間寝れたらとかで色を分けても分かりやすいと思います。今貼っているマステはアリエクで購入したものです。なんか夜というよりは宇宙っていう感じですけど、まあ、色味が夜っぽいので使いました。このシールもアリエクで買いました。これも惑星のシールですね。惑星同士で雰囲気がぴったりでした。今貼っているマステは MT のマステですね。方眼チェックのマステで色はシルバーになります。これはあとゴールドとかピンクとか青とか黒とか何種類か持っていて、何にでもね合うのですごくおすすめです。で、これもアリエクのシールですね。惑星っぽいシールになってます。そんなに惑星集めてた気はしないんですけど、いっぱい持ってましたね。完成しました。スリープログは時計のハンコを使おうとは決めてたんですけど、ちょっとデザインに悩んじゃいましたね。また次、来月も作るとしたら、もうちょっとシンプルなデザインにしようかなと思います。では最後に、フードログを作っていこうと思います。で、なんでフードログを作るかっていうことなんですけど、今、私の食生活割と終わってて、ちょっと未来が心配なので、食生活を記録することにしました。あと、私は今、産後3ヶ月なんですけど、産後ダイエットもそろそろ始めたいんですよね。で、前の手帳では1日の3食とおやつを記録していたんですけど、ちょっとそれがね、都度食べたものを記録するのが大変だったので、あと私は朝とか昼とか結構同じものを食べる率が高いんですよね。食パンとか納豆とかご飯とか。なので食べたものを記録して、それをトラッカー形式で記録する方式にしてみました。で、今作っているフードログは17個食事を書く欄を作っているのですが、1週間くらいで今使ってみて全然足りないなと思ってきたので、今はよく食べるものだけを書いて、それをトラッカーとして使っています。次やるとしたら見開き縦に2ページでやろうかなと思っています。で、書くときにね、あんまりノートの向きを変えたくないんですけど、私はまあトライアンドエラーとしてやってみようかなと思います。で、そんな風にどんどん自分に合うようにカスタマイズしていけるのがバレットジャーナルのいいところかなと思います。このフードログに使っているマステは多分ダイソーだったかな、4本セットだったと思います。で、ご覧の通り線がカラーペンの線がガタガタなんですけど、それはちょっと後ほど全部修正します。で、フードログのタイトルはダイソーのクリアスタンプで押しました。今はセリアのシールですねを貼っています。はい、一旦これで完成なんですけど、ご覧の通り黄色いペンがねちょっとガタガタしてて使うのに支障をきたすので修正してきます。はい、修正してきました。パチパチパチ、もう黒ペンにしました。で、これの修正の仕方はロイヒトトリムの後ろのページを黄
切り取ってきて上から貼りました。うん、これでクリーンカラードットでハビットトラッカー的な感じでつけていこうと思います。ではせっかくなので月の扉ページからパラパラしていきます。マンスリーログで1週間の振り返りページで感謝ログですね。そしてスリープログ。最後にフードログになります。次のページからはデイリーページが始まります。これをもしよければ毎月セットアップとしてやっていこうかなと思います。今日の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。